ほら見てみ、言うた通りやろ。まぐれや、まぐれ。スイッチみたいなもんが3つ。なんだなんだ、どうしたの和葉ちゃん。平次が仕掛けを見破ったらそこのスイッチが出てきて、多分そのスイッチをどうにかしたらあの扉に行けるようになるんとちゃう。ファラデーにニュートンでもってケルビンね。ニュートンってのはあの有名な科学者のことか。せや、ついでに言うとくと他の二人も有名な学者さんやで。前に学校の授業で習ったことがあるわ。ニュートンは万有引力の法則、ケルビンは絶対零度で有名な人よね。ファラデーは何だったかしら。あれこれ考えるより先に押してみりゃいいんだよ。お父さん。ほら見ろ、適当にやりゃなんとかなるんだよ。もうお父さんたら。どうやらスイッチを押したらどっかのノズルから水が噴き出すっちゅう仕組みみたいやな。ああ、最初は水が止まってたみてえだから、多分全部のノズルから水が出るとクリアってとこだろうな。そうなるスイッチの組み合わせを見つければええわけだな。この組み合わせか。違うか。どうやらその組み合わせと違うみたいだな。この組み合わせか。よし、ビンゴや。どうした？何か音が聞こえる。あれあれ、すごい。やれやれ、もう見せろ。まさか皆さんでおいでとはね。これは。いよいよ遺産に巡り会えるのか。暗いからな、足元に気をつけろ。ここからは収まりきらなくて周りにも溢れてやがるぜ。何？あそこに親父の遺産が。おい、行くぞ倉橋。はい。待ってくれ兄さん。じゃ俺たちも行くとするか。何？慌てなくたって宝は逃げやしねえよ。ここまでして隠し通すだけのことはあるわ。どういうことだ。ほら、どう見ても表に出回ってるもんちゃうで。え？盗まれたものか。
あるいは分かった分かった、残らず話すよ。ここにある財宝は100年前にイギリス王室に連なる貴族が中国の宮廷へ向けて送ったもんなのさ。何やて？ところが上海の港へ着く直前に船は海賊に襲われて、積み込んだ大量の財宝は姿を消しちまった。この事件はブリジット号事件と呼ばれててな、イギリスじゃ今の関心が高い。つまり記事にすれば高く売れるっちゅうわけやな。じゃあケビンさんの目的は？ああ、もう撮りたい写真は撮ったし、あとは帰って文章にするだけさ。じゃあお前はこの遺産には指一本触れていないんだな。兄さん、そういう言い方は。実物には興味はねえよ。第一、こんなヤバい財宝手に入れたってさばきようがねえからな。親父さんみたいにこんなところへ押し込んで怯えてんのがオチだぜ。ヤバい財宝ってどういうこと？いいか、お嬢さん、ブリジット号を襲ったのは中国の船ってことになってるから、実際には大英帝国の船なんだ。そんなことが公になれば国際的な大問題になる。実物が出てきて困るのは他ならぬ俺たち国民の方なのさ。ま、だからこそ記事の値段は跳ね上がるだろうがね。最初にこの館を見た時に感じた違和感はこいつが原因だったってことか。なるほど、確かにすげえ仕掛けだぜ。親父が働かなくなるわけだ。こいつはすごい、人生だって買い戻すことができそうだ。おい倉橋、晩餐の支度だ。今夜はとびきり豪勢にしてくれ。かしこまりました。みんなやけに興奮してんな。ま、無理もねえか。この2日間きついことばっか続いてたからな。父さん、確かにこれは大英帝国の遺産と呼ぶにふさわしい。さっきの話か。ああ、ブリジット号を襲ったのはモーガン・ドレイク&ラチェット社の麻薬貿易船さ。当時上海の海運を支配していたのは中国の海賊よりもイギリスの貿易船だったのかな。連中もおそらくそれで麻薬からは足を洗いたかったんだろうが、事件のほとぼりが冷める前に自分たちの寿命が尽きちまったってわけだ。なるほどね。モーガン・ドレイク&ラチェット社が100年前突然上海から姿を消したのはそういう事情があったんだな。これは当時の最先端の医学書ですね。ここにある西洋医学の情報は漢方に頼っていた100年前の中国にとって貴重だったはずですよ。もっとも今では古書としてそれ以上の値がつくものばかりですな。そういや、和彦さんって学者だったな。やあ、ランちゃん、この首飾り見て。ほら、こっちの冠にもダイヤモンドがぎょうさんついてんで。ほんと、すごい。あら、コナン君、どうかした？なんでもないよ。今はお宝に夢中か。その子がいたら大騒ぎだったろうな。あ、どないした？青い衣装のイヤリング？ああ、それってメイリーさんの言うてた幸運のアイテムにぴったりやないの。うん。なんだなんだ。ちょうどええやん、そのイヤリングもろとき。
え、そういうわけには。ずいぶん賑やかですね。どうかしましたか？いや、ランちゃんがな、このイヤリングごっつ気に入ってしもてん。ちょっとカズハちゃん。へえ、でしたら僕がプレゼントしますよ。ええの？イサムそこ放棄する前に一つくらいもらっても許してもらえるでしょう。何しろこれだけの財宝ですから。そういうわけですから、ランさん、どうぞご遠慮なく。でも遠慮せんともろとき。工藤君が迎えに来てくれなくてもええの？じゃあお言葉に甘えて、しばらくの間お借りしてもいいですか？この島を出るまでの間だけ。借りるだなんて遠慮しなくても、どうぞ差し上げますから。いえ、本当にいいんです。これはそのお守りみたいなものですから。心配しなくても大丈夫よ。本当にしばらく借りるだけだから。ランちゃん、工藤君に会えたらええな。ダイヤにルビー、サファイア、こんなにたくさんの宝石、私初めて見たわ。メイリンさんまで興奮してら。あの緑の石は何だろう。エメラルドじゃないし。多分翡翠じゃないかな。そう、あれが翡翠なのね。風水師のくせに翡翠も見たことねえのか。なあ工藤、これがこの家にあるっちゅうことは。ああ。和彦さんの父親が姿を消した後、利根英次郎はこの孤島に引きこもった。どこかで財宝のことを知った英次郎がヤンとクライドを仲間にして誘拐事件を仕組んだんじゃないのか。そう考えてたんだが、当たっちまった。遺産がこの家にあるってことが何よりの証拠だぜ。やっぱり利根英次郎は15年前香港でこの財宝の存在に気づき、仲間と共に和彦さんの父親を誘拐したんだ。なるほど。ヤンが事件をもみ消してクライドが家を取り壊すっちゅう役割分担だ。そして掘り出した財宝は英次郎自身が隠れ家へ持ち帰って事件のほとぼりが冷めるのを待つ。つまり今回の相続は共犯者への片見分けやったっちゅうことかいな。わかんねえな。英次郎が自分の取り分を和彦さんに残したってことなんだ。悪人も最後は地獄が恐ろしゅうなったんとちゃうか。せめてもの罪滅ぼしのつもりで財産を分けたい。まあ今や他の二人が死んでお宝は総取りになってしもたけどな。本当にそうなんだろうか。財宝のために誘拐事件まで企んだ男が二人の息子たちを差し置いて他人に譲るとは思えねえけど。皮肉なもんやで。宝は自分たちのものにはならずじまい。まるっきり100年前と同じ結果や。イヤリングを一つよこせだと？それ以外は他にはもう何もいりません。お約束します。まあいいじゃないか兄さん。これだけの宝の中からイヤリングの一つくらい。わかった、いいだろう。その代わり毛利さんに払う依頼料はその分差し引かせてもらうからな。お、こっちに年代物のワインがあるぞ。こいつはいけるぜ。今夜の晩餐用に何本か。おい、やめろ。親父の遺産に手を出すことは許さん。あ？
なんで、まるで自分のもんみたいな言い方をするじゃないか。遺産はまだ正式に相続されたわけじゃない。受け取り人のうち2人は死んで、残る1人は相続を放棄する予定だ。どちらにせよ、今のところ息子としてこの宝を管理するのは当然だ。勝手にしてくれ。俺は早々にこの島から引き上げるとするぜ。島から引き上げるって言っても奥の手もないのに橋も無線も壊すほど間抜けじゃねえよ。ここに来る前に仲間に連絡を取った。2日もすりゃヘリが着くはずだぜ。それでたらばさ貴様は自分のことしか考えられないのか。この島じゃ死人が。恨むんなら、こんな呪われた宝に手を出した親父さんを恨むんだな。おい、あの男をこのままにしておいていいのか。橋の爆破と無線機を壊しただけでも立派な犯罪だ。そう、火薬の盗難もあいつの仕業だ。殺人だってきっと。兄さん、言い過ぎだよ。私ら、いつまでこの島におらなあかんの。じゃなかったわね。事態がむしろ悪くなった気がします。どうしてだ。この財宝の相続権は今のところ僕にあるわけですし。あら、辞退するんじゃなかったの。もちろんそのつもりです。ですが、犯人がそう考えてくれるか。なんだ、犯人に心当たりでもあんのか。いえ、そういうわけじゃありませんが。気が立ってきてる。早く事件を解決してこの島から脱出する手段を考えねえと。火を使った毒殺と屋上からの遺体の運搬、2つのトリックのやり方から犯人がこの館や島の地理に詳しい人物だってことは分かった。問題の動機も事件の背景を考えてみれば明らかだ。殺されたヤンとクライドはいずれも15年前の和彦さんの父親の誘拐事件の共犯者。この島で和彦さんと鉢合わせて2人ともさぞや慌てたに違いない。真相を知っているのではという疑いが恐怖に変わり、その恐怖から殺意が芽生えた。それを感じ取った犯人は逆にいち早くヤンとクライドの二人を殺害した。あとはその証拠を確かめるだけか。
治やったらおらんで。あたしもただ待つのはやめや。つまらんもん。とケチくさい野郎だな、タカヒロ。英次郎が奴に遺産を残さなかったのも当然だぜ。でもおかしなところがあったら承知せんぞ。僕が遺産を放棄することで犯人がこれ以上の犯行を思いとどまってくれるといいんですが。一人でいるよりはこうしてみんなで一緒にいる方がまだ安全ね。江戸川様、もうすぐ食事の準備が整いますのでお待ちください。まったく、兄さんにも困ったもんだ。目先のことしか考えないから、敵ばかり増えるんだ。こんな時でも腹は減るんだから元気なもんだ。まあ、腹が減っては戦はできぬとも言うしな。とにかく飯だ飯。